皆さんこんにちは。アウトドアコミュニティーイークストリームのアエルです。100均にも使えるアウトドアグッズ、キャンプグッズはたくさんあるって言いますよね。今日はダイソーのキャンプコーナーにあったアイテム全部買ってきました。全部でだいたい6000円分ぐらいだったかな。もう少しね、安くというか少ないアイテム数かと思ったんですけれども、かなりのアイテム数がありました。まあ、アウトドアっていう風に関連付けるともっともっとたくさんあるかと思ったんですけれども、キャンプコーナーにあった分だけ全て商品1点ずつ買ってきました。1点ずつのレビューに関してはまた別の動画でしようと思うんですけれども、今日はどんな商品があったかというところだけ動画にしてみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。ではまずは、そうですね、これから行こうかな。メスティン、ダイソーのメスティンかなり優秀みたいですね。とても人気のあるアイテム。これは500円、まあ、税込みで550円ということなんですけれども、500円でメスティンが買える。そして、まあ、シーズニングとかね、バリ取りっていうのがいらないっていうことで、今人気のアイテムかと思います、メスティン。それから、メスティンの下に置く五徳ですね。五徳も100均に販売されています。五徳があればやっぱり固形燃料ですよね。固形燃料と五徳で自動で、まあ、メスティン料理ができるというような、固形燃料も販売されています。これでね、だいたいご飯を炊いたりいろんな料理ができてしまいますね。いいですね、このセット。そしてこれはもう少し、しっかりしたようなアルミバーナー用のごとく、写真ではコッヘルの写真がありますけれども、こちら先ほど紹介した燃料用ごとくよりはもう少ししっかりしたアルミバーナー用のごとくという感じですね。このシリーズ結構多いですね。これは薪ストーブっていう風に書かれています。コンパクトでこの上にもコヘルなんかを置けるんじゃないかと思います。これは折りたたみ式ミニコンロという風に書かれています。まあ、同じような用途ですかね。五徳と同じような感じかと思います。また後ほど詳細のレビューはさせていただきますね。こちらはお皿ですね。バーベキュープレートっていうふうに書かれています。軽くて丈夫そうなお皿ですね。こちらはドリンクが置けるようになっているのかな。ビールとかを置いて4つ、部屋が分かれているという感じです。これもタレを楽しむバーベキュートレーナーっていうふうに書かれています。用途は同じですかね。こちらもお皿2つ折りランチプレートというふうに書かれています。こんなふうに、開くことができます。ここに手を置くのかな、こっちか。こんなふうに手を置いてお箸で食べる。あ、そういえばお箸もありましたね。これか、ステンレス箸セパレートっていう風にあります。アウトドアのね、コッヘルに入るサイズっていう風に書いてます。結合させるお箸ですね。そして最近とても人気なのがインスタントコンロですね。これは300円、これよりも一回り大きな500円のインスタントコンロもあるようです。
キャンプコーナーにはねこれだけ置かれてましたので、こちらだけは、買ってきたんですけれども、500円のバーベキューコンロっていうのもあります。これ多分90分ぐらいね、1時間、燃焼可能っていうふうに書いてますんで、普通にバーベキューを楽しむことができますね。これは、まな板にもなる包丁ケース。あ、完全に外れてしまうのか。包丁が入れられますね。で、ここの上の部分がまな板として使えるというものですね。こちら、ステンレスカップですね。蓋があるので、割としっかりとした蓋がついてます。200円で、ホットコーヒーだったりね、いろんな飲み物入れられるかなと思います。シエラカップですね。いいですね。こちらも100円、シエラカップと、ご飯とかをね、米研ぎですね。ご飯作る時の米研ぎなんかにも使えるようなザルがちょうどこんな風に合わさるようになって、別々で100円100円ですけれども、シエラカップとシエラカップ用のザル、それからこちらに行きましょうか。ランタン、小さいタイプと書いてますので、もう一つ大きいタイプもあるとは思うんですけれども、僕が行った店舗、キャンプコーナーにはこれだけが販売されていました。単4電池3つで、使うことができます。220円。そしてこちらがですね、寝袋シュラフですね。1000円、税込み1100円ですけれども、ダイソーで寝袋が買えてしまうってすごいですね。ちょっと興味ありますね。早くこれレビューしてみたいですね。寝袋がダイソーですごいな。これは、ゴミの分別袋ですね。かなり大容量で入ります。ちなみに、これだけ買い物して全部これに入れてきたんですけれども、余裕で入る袋となっています。燃えるゴミと缶とペットボトルみたいな感じですね。それからこちらはバーベキュー用ミニ鉄板リフター付きっていうふうに書いてます。ステーキをね焼いたりするような板ですね。ペラペラなものじゃなくて結構しっかりと硬くて重さもありますね。立派なものですね。それから、ランタンポールの、これは大きい方ですね。ランプ掛けっていうふうに書いてます。こちら、ランタンハンガー、小さいものですね。こちらが、バーベキュー用の串ですね。一般的なアメリカンバーベキューみたいな感じのイメージで、バーベキューするときに使うような串。30センチのものが5本入っています。こちらはそれの1本タイプですね。スライダーがついていて、具材をスライドさせることで簡単に取り外しができるという便利なものになります。こちらはトリプルワイド串、具材を挟んでバーベキューを楽しむようなものですね。こちらは先ほど紹介したものと同じような感じですね。こちらのバーベキュー串の少ししっかりしたタイプ、3本入りっていう風になっています。トングですね。ミニバーベキュートング。それからこれは焚き火などをね起こす時の
まあ、ストローっていうんですかね、皮膚希望ですね。皮膚希望、こんなのも販売されてるんですね。それからこちらはポケットナイフですけれども、いわゆる十徳ナイフと呼ばれるようなものですね。サバイバルナイフ、ハチウェイというふうに書かれてますので、ハトリの使い方ができるナイフですね。こちらはマルチツール、カード型コンパクトのね、栓抜きであったりドライバーだったり、缶切り なんかにね使えるような、マルチツール、それの、小さいものですね。こちらは、キーホルダータイプのものです。同じような用途で、こちらは9通り、先ほどのは10通りの使い方ができるようです。こちらは、ハンガーロープ、まあ、カラビナのフックなんかをかけてね、いろんなものを干したりすることができるものですね。そしてこちらが、ハンモック、収納ハンモックというふうに書かれています。レジャーチェアの下に取り付けて、荷物を置いていくことができるようなアイテムですね。以上ですね。僕が先日ダイソーのキャンプコーナーで、まあ、一式買ってきたものがこんな感じになります。だいたい6000円ぐらい購入したんじゃないかと思います。もっと少ないかと思ってたんですけれども、思った以上にいろいろ買うことになりましたね。ダイソーすごいですね。これだけのアイテム、まあ、探せばねもっとあると思います。僕はもう単純にキャンプコーナーっていう風に書かれているところのアイテムをすべて購入してきたっていう感じなんですけれども、それでもこれだけあるっていうのはすごいですね。まあ、寝袋なんかまでね販売しているっていうのはねすごくびっくりしました。個別のアイテムはこれから順を追ってまた解説していきたいと思います。アウトドアコミュニティピークストリームではこんな風に皆様のお役に立てる情報をどんどん配信してまいります。チャンネル登録、いいねボタン、どうぞよろしくお願いいたします。アウトドアコミュニティピークストリーム、アイルでした。